スカイアクティブテクノロジーアイストップアイストップは、マツダが開発したアイドリングストップシステムの名称である。2009年6月に発売された2代目アクセラに初搭載された。一般的なアイドリングストップシステムがセルモーターだけを使うのに対し、アイストップは停車時にあらかじめ圧縮工程と膨張工程のシリンダーをストロークの中間に停止させて、 空気量のバランスを維持した上で、シリンダー内に直接燃料を噴射し着火することで、エンジンを再始動させている。再始動にかかる時間は0.35秒とされている。松田は、セルモーターを全く使わずに再始動するシステムを2007年にシスの名で発表していたが、これは、エンジン停止の際に回転数を上げることによる燃費性能の悪化と振動の発生といった問題が、 解消できなかったため、アイストップの商品化にあたっては、セルモーターを併用するよう改められ、電源となるバッテリーも補助用として、車両あたり2個搭載された。ディーゼルエンジンのアイストップは2012年2月に発売されたスカイアクティブ D に初搭載された。ガソリンエンジンと異なり点火プラグを使わず、混合儀を圧縮時着火させるディーゼルエンジンにおいては、 に圧縮目以後に着火、再始動させるシステムが一般的であるが、松田はピストン停止位置を制御することで1圧縮目での着火を可能とし、世界最速の0.4秒での再始動を実現した。AB、マズダ、アイドリングストップ技術環境技術、東京モーターショー07、モーターを使わないでエンジン始動、松田。2014年2月15日閲覧。 それは、技術者の夢なのか、エゴなのか、日経ビジネスオンライン。2014年2月14日閲覧。ありがとうございます。